紋別市を舞台に豊島九段が藤井八冠に挑む名人戦第5局2日目の今日、会場のホテルオホーツクパレスにはおよそ200人の観客が詰めかけました。すごいなんかかっこいいっていうか憧れの存在みたいな、ここにいるだけでも緊張するっていう。午後8時前、藤井八冠が99手で豊島九段に勝利し、4勝1敗で名人初防衛を果たしました。前日にもこうなんとかアザラシと触れ合ったりとか、まあ、そういったこともあって、なんとかリラックスして交代局に、臨むことができて、そうですね、本当になんとか素晴らしい環境の中で対局することができたのかなと思っています。